また会えるから。ま、やだよ、行かないでよ、はるくん。ねえ、なんで、どうして。俺、大きくなったら迎えに行くから。だからその時は結婚しよう。そしたらずっと一緒にいて、ずっとそばにいて、死んでもみーちゃんのことを守るから。そしたらずっと一緒にいて、ずっとそばにいて、死んでもみーちゃんのことを守るから。ダメかな。する、する。はるくんと結婚する。指でなぞった言葉たちが奏でるストーリー、まだ誰も知らない世界へ飛び立とう。決めるべきところで躊躇した。いや、天川ハルトか。みーちゃん、なんなんだこの記憶は。俺はバスに乗っていて、バスって熱で頭がおかしくなっちまったのか。俺、あ、リオ、てめえ目が覚めたのか。てか生きてたのな。もう死んでる頃かと思ってたぜ。まったくしぶといガキだな。昨日は熱でフラフラしてやがったくせに。おい、それは部屋の隅に置いておけ。くれぐれも丁重に扱えよ。へい。にしても金貨10枚は美味しかったっすね。ただの200尾で金貨10枚だ。ろくなにじゃねえだろうがね。確かに。うまそうだな。お腹減った。あれや。はい。おめえくせえぞ、体洗ってこい。飯がまずくなる。すみません。
天川春人は日本という国の20歳の大学生だった。そしておそらく交通事故で死んだ。交通事故？なんだそれ、意味がわからない。いや、わかるけど。やめだ。俺はリオ、母さんの仇を討つために今日までこの薄汚いスラム街で生きてきた。ねえ母さん、どうして僕と母さんの髪は黒いの？それはね、リオ、私とお父さんが遠い場所からやってきたからかな。遠い場所に住んでる人はみんな髪が黒いの？ええ、お父さんもおじいちゃんやおばあちゃんの髪も黒かったわ。僕いつかおじいちゃんやおばあちゃんと会ってみたいな。そうね、あなたが大きくなったら連れて行ってあげるわ。八雲地方っていうのよ。本当？約束だよ。ええ、約束。そこの、くさい。あまり近づかれない方がよろしいですわ。お体に悪うございます。なんだこいつら。おい、聞いているのか？聞いてますけど。薄紫色の髪をした少女を見なかったか？年齢はお前と同じくらいだ。正直に話しなさい。さあ。皆様、そんな聞き方じゃ答えてくれないと思いますよ。セリア君、ここは私に任せてください。バネッサ様、驚かせてしまってごめんなさいね。お名前は何て言うのかしら？あ、私の名前はセリアよ。リオ。リオ？珍しい名前ね。移民の子なので。そっか、だから髪の色が黒いのね。ところでリオ、聞きたいことがあるんだけど。薄紫色の髪の少女ですか？見ていません。そっか、この先ってスラム街なのよね。そうですよ。広い？どういう意味ですか？その子を探しに行かないといけないの。やめた方がいいですよ。あなたみたいないい服を着た女の人が入る場所じゃないです。いい服？スラム街に暮らす女性はどんな服を着ているの？どんな服って、平民が着ている服をボロボロにしたような服ですよ。なるほど。セリア君。お？ならば一度衣類を変えてから出直そう。何を言っているのよ、急がないとあの子が。そうですわ。しかし我々は非正規で動いているのです。下手に動いて騒ぎになるのはクリスティーナ様も望むところではないでしょう。では早く戻って服を。セリア君、念のためにこの付近の魔力反応を探ってくれないか？ちょっと待ってください。エリア。サイチ。なんだこれ。あら、君。その子供がどうかしたのか？あの子の体から結構な魔力が溢れているみたいです。魔術を使う素質がありますね。おう、孤児にもそういったものがいるのだな。そいつに魔力が？魔力？この変な光が魔力なのか？で、他の反応は？ありませんね。探索に引っかかった魔力反応は私たちとあの子だけです。そうか。やはりあの中でしょうか？確証はないが。もしかしてあの人たちにはこの光が見えていないのか？そうですね。あ、これ情報量だから受け取って。それじゃあね。ありがとう。大銀貨、こんなに。と
ただいま戻り。アビリティ今外すからちょっと待って。さっきのセリアって人たちが探してた女の子だよな。あんた待ちなさい。クリスティーナ様お待ちください。 あんた嘘ついていたのね。フローラ、フローラ、バネッサ、フローラを。はい。妹を誘拐して何をする気だったの？は？違う。俺はその子に頼まれて。頼まれたですって？落ち着いてください、クリスティーナ様。私は落ち着いているわ。でもこの子が。セリア君、ロアナ君、フローラ様を頼む。気を失っておられるが、ご無事なようだ。はい、わかりましたわ。詳しく話してくれないか？だから、俺はその子に頼まれて。嘘おっしゃい！フローラが誘拐してくれなんて頼むはずないわ。人の話は最後まで聞いてくれ。痛い！話しなさい、汚らわしい。その手を離せ。クリスティーナ様も挑発するのはおやめください。こいつが悪いのよ。不敬罪にするわ。この少年はあなた様が王族だと存じません。事情を聞く必要もあります。ならさっさと拘束なさい。そういうわけだ、少年。城まで同行してもらおうか。嫌です。悪いが、これはお願いじゃない、命令だ。俺はその子を助けただけです。目を覚ましたら聞けばいい。ダメだ。知っていることを君の口で話してもらう。ここでごねたところで時間の無駄か。話をするだけですよ。ああ、君の身が潔白であるのなら解放されるはずだ。
アルフレッド様、息をしているものを発見しました。拘束して運び出せ。誘拐犯の一味かもしれん。承知しました。押すな、下がれ。やれやれ、仕方ありませんね。おい、どうした。何事だ。死にました。何。どういうことだこれは。話をするだけじゃないのかよ。私はこの騎士団副団長のシャルル・アルボー。これから第二王女誘拐に関する話を聞かせてもらう。ふざけるな。私もあまり手荒な真似はしたくないのだ。貴様が取り調べに協力してくれるというのなら、今すぐにでもこの状態から解放してやってもいい。まずは貴様が第二王女誘拐に加担していたことを認めろ。そんなことはやっていない。貴様はフローラ様の誘拐に加担していた。そうなのだろう。俺は何もしていない。ふう、愚かな。フローラ様。バネッサ、ここは。フローラ様の寝室にございます。どうぞこちらを。ありがとうございます。何がどうなっているのか説明をお願いしてもいいでしょうか。は、実は。取り調べ？どうして？少年の供述内容が真実か確認する必要もありましたので。なら彼をこの場に呼んでください。それはさすがに難しいと申しますか。どうして？あの少年は一階の孤児に過ぎません。陛下の許可も必要かと。なら早く必要な手配をしてください。あの方に不自由をさせることは許しません。は、承知しました。私も参ります。セリア君、お願いします。よい。はい。このクソガキが、さっさと誘拐犯どものことを吐け。これ以上話すことはない。貴様。副団長、やりすぎると死んでしまいます。うるさい。警護を任されていた我らこの騎士団がフローラ様を連れ去られたのだぞ。ここで名誉を挽回せねば貴様らもただでは済まんぞ。しかし。一体これはどういうことですか。この騎士団副団長の権限に基づく正式な取り調べだ。私の部下にはその少年の取り調べは丁重に行えと伝達していたはずですが。確かにそんなことを言っていたな。そんなことはいいですから、早くこの子を下ろしてあげてください。ダメだ。その小僧はフローラ様の誘拐に関わっている可能性が高い。当のフローラ様がその少年を恩人だとおっしゃっているのですが。な、何、殿下がお目覚めになったのか。そうか、それは何より。おい、下ろしてやれ。は。大丈夫？そう、ルド。ごめんなさい、すぐ直すから。行くぞ。しまって。あなたが直してくれたんですか。ええ、私ベルトラム王立学院で魔法も教えているから。
セリアよ。セリア・クレール、覚えてる？エリア、情報量だから受け取って。ありがとう。あの時のありがとうございます。いいえ、むしろこっちが謝らないといけない立場だもの。ひどい目に遭わせてしまってごめんなさい。別にあなたが悪いわけじゃないですから。それより俺はこれからどうなるんでしょうか。国王陛下に謁見してもらうことになったみたい。今回の件であなたに直接謝意をお伝えされたいそうだから。謁見では、申し訳ないのですが、謁見のマナーを教えていただけませんか。何も知らないまま王様にお会いするわけにもいきませんし。もちろん、お安い御用だわ。よろしくね、リオ。これよりフローラ王女をお救いした少年が入場します。優しさを知る背中は隠しきれない。孤独背負ってぎこちなく作る笑顔、この瞬間を抱きしめたいの。つまみが針を待つように、木漏れ日に淡く揺らめく。君にとっての居場所になりたい。忘れないで、いつも一緒だよ。王立学院。